はい、皆さんこんにちは、月です。たしんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。はい、そこです。2回目の撮影です。はい、もう最悪ですよ。もう決めました。さっきここすごい散らかったんですよ。そう、と散らかってて、でも一生懸命ね、私が片付けしてね、で、たのしんさんが座ってるこっちエリアは全然片付いてない。こっちが、ここからこっちは綺麗に片付いてない。ほら見てくださいよ、こんな片付かないですよとか言いながらね。で、じゃあ作業していこうかなって言ったら、なんかカードがおかしくなって、はい、画像が全部消えました。もう嫌なんで、あるあるなんだよね、あるね。本当に嫌になっちゃう。この時一番テンション下がる、テンション下がるね。まあ、まだ作業始めてなかったからね。そうだね、まだよかったね。ただ私のこのね、なんか悔しい気持ちだけが。なんで、今日はですね、ちょっとたのしんさんのビッグ M と、はい、マキタの 20cc の、はい、エンジン式の草刈り機がですね、はい、ずっとかかんなかったのよね。そう、調子が悪かったの。ずっと調子悪くて、修理もね、してない状況でした、うん。で、この雨の中だったので、撮影ができなかったからね、はい、もうカメラの撮影なしで、とにかく、はい、とにかくちょっと修理をしたいということで、はい、修理したらちょっと原因が分かりましたので、はい、今日はちょっとそのあたりと、はい、あとアクセル、はい、レバーのところがちょっと折れてしまったので、で新しい部品を買ってきましたので、はい、そちらを取り付けるという作業をやっていきたいと思います、はい、今日もゆるい動画になると思いますが、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、はい、2回目だからトントンだね。こちら黄色い方がビッグ M ですね、はい、私が去年いっぱい使ったやつで、こちらがマキタの 20cc のエンジン式草刈りになっております。ずっと動きませんでした、はい、何を変えたんですか。はい、簡単です、はい、キャブレターです。はい、大体、はい、の原因はキャブレターですね、はい、あのエンジンのかかりが悪い時は大体キャブレターの中がこう詰まってたりするらしいんですよ、うん、はい、もう私は調べまくったからですって、はい、で視聴者の方もね、うん、コメントでいろいろくれて、うん、それでまあ勉強したんですけど、はい、はい、じゃあちょっと取り付けをねちょっと間違って、あの1個買ったんですよね、キャブレター1つ。そう、1回試しに、今回互換品買ったんですよ、はい、普通の純正品だったら5、6千するんですよ、はい、高いじゃないですか。そんなすんだ、うん、今回のはいくらで買ったの。2000円おお、めっちゃ安い。1800円安っ。で、これキャブレターこれなんだけど、それが何、ビッグ M の中に入ってる。これはマキタのキャブレターね、マキタの方、うんうん、なんだけど、うん、ここを外したりすると、うん、こういう感じになってんだよ、こういう、うん、これをね、ほら、うん、こういう、分解ができるの、こういうところをね、部品部品をまた分解できるってことだよね。そうそう、うんうん、そしたら、こういうパッキンみたいなのが出てくるんだよね、うんうん、これを買、うん、これを部品で売ってるの、1000円ぐらいで、うんうん、Amazon でね、うん、でもそれをするのもめんどくさかったんで、うんうん、今回もこのキャブレターごと、はい、買ったんですよ、はい、2000円だったから、でね、うん、はい、それだったらもう変えた方が楽だなと思って、まあね、で、このキャブレターに番号が書いてるんですよ、うん、品番みたいな、品番みたいなのが書いてて、うん、これは WYL、 ちょっと見えにくいけど、これはビッグ M、うんうん、ほら VYL って書いてるでしょ。いや、わからん、これじゃ読み、ちょっと読めんか、うん、これじゃここに書いてるんですよ。ピントが合わないですね、うん、これは、はい、はい、で、こっちも、マキタも同じだったの。おー、品番が一緒だったんだね。そうそう、片番がね。だから、一個試しに買ってみて両方つけて、うんうん、両方のキャブレターが悪いってことじゃん。そうだね。で、この中、このエンジンのこの中を見たけど綺麗なんですよ、うんうん、傷とかもなくて、うん、そしたらやっぱこの部分が悪いのかなと思って、キャブレターがね、キャブレターが悪いのかなと思って、はい、今回買ってつけてみたんですけど、はい、じゃあマキタにまずそのですね、購入したやつをつけたら速攻かかりました。はい、速攻かかったんですよ。で、ビッグ M につけるとかからなかったと、はい、そうなんですよ。なんでかなって言ったらその原因が、はい、何ですか、それも分かりやすく、はい、説明してくださいね、はい、これです。これが逆だったんですよ。これって何、このキャブレターの間、キャブレターのこの間についてるこのゴムみたいな、うん、黒いの、このな、もう正式名称わかんないですけど、このエンジンの部分だよね、こっちね、うん、エンジンの部分とこのキャブレターを挟むここの部品の部分、そうそうそう、で、キャブレターがここにつくんですよ、うんうんうん、で、これが私は逆につけてたろ、それはビッグ M の方でしょ。ビッグ M の方ね、ビッグ M の方ね、
君はそれをなんでそれを巻き立て説明するかな。いやだってこっち分解してんじゃん。巻き立てさ分解してるじゃん。そうなんだけどさ分かりにくい。分解してるから分かるじゃん。こっちは分解しないの。これ見せてくれるってさっき言ったじゃん。そうだよ。こっちで説明してもう分解されてるから楽じゃん。そうだよ。そういうとこだぜ。あそうだそうだ。そうよ。ほらそうやって取るだけじゃん。なの絶対前こっちで説明してくれよ。はい、これがさっき言ったキャブレター、ね、うんね、キャブレター、うん、これ新しかったやつですよ、はいはいはい、でこの黒いところ、ね、うん、これがですね、うん、これこのエンジン部分とキャブレターを挟む、うん、部品の部分ね、うん、これも取り外して、うん、綺麗にしたんですよ。綺麗にして ねでそれを取り付けるときにこれが逆だったんですよ、うん、ひっくり返ってたひっくり返ってた、うん、で、ガソリンがいかなかったのこっちに。あーなるほどね、うん、それでかからないと。そう、全然かかんないの。まあでもそれによく気づいたわ、うん、逆だったって。逆でもひっつくんだね。そう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 。ちゃんと綺麗につくのよ、それが。困っちゃうね、それね、うん、逆かどうかわからないっていう、ね、なんでか、こっちほどかかるのになんでかなと思ったら、まさか逆じゃないと思って。あーよかったよかった、うん、中古でとりあえずこのキャブレター1個変えたら、こっちのビッグ M もこちらのマキタの方もバッチリ動くようになりました。よかったね。よかった。ご苦労さんでした、うん、疲れさんでした。近いよじゃあ近い近い嫌だ。ちょ私はカメラが近づくの嫌なんですよ。嫌なんですよね、分かってますよ。分かってるんですけど、はい、まあいいや。はい、そしたら今日はアクセルレバー、はいはいはい、忘れてました。変えましょうか。はいはいはい、ということで、もう一箇所ですね、ずっと去年からちょっと不具合が起きてた部分がありまして、それがここですね。ここ割れてるんですよ。このビッグ M のこのアクセルレバー、スロットルレバーっていうのかな、そこがですね、どこかでしたっけ。ここが割れてる。ここのなんか付け根のところがですね、こう割れちゃってですね、こう揺れ、うん、そう、なんかできるんだけど、そう、動くんですよ。動くんですけど、なんかちょっとこうね、やっぱこうパカッと開いてるような状況でした。で、いろいろつけたんよね。で、私はですね、はい、すごい接着で持ってるんですよ。これ知ってますか、プラリペア。はい、このプラリペアですよ、はい、これすごいんですよ。もうこれ瞬間接着剤みたいなやつで、うん、なんだけど、うん、液体でこう固まっていくの、うん、だから車とかで何でも使えるんだけど、うん、すごいんですよっつってそれでダメだったんでしょ。そうすごくねえじゃん。すごい。それでですね、つけたんだけどこれダメでした。ダメなのよ。あのなんかやっぱこうグッてするからさ、うん、弱いじゃん。弱いパキッてやっぱね、うん、で私の水道のやつにこれつけたら治ったもんね。だから動かさないやつだったら、そうそうそう、すっげえ強力に、うん、なんか元プラスチックでとかひっつけたみたいな、そう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 、見た目になるね、うんうん、なんかね。で、普通に削れない、ドリルとかでこうガーッとヤスリとかでしないと、そう、硬いも硬い、硬いも硬いんですけど、やっぱりそういうこういうね、こう横の動きとかね、もう動きが加わ、力が加わるものには多分向いてないと思うんですよね、うん、こういう感じで、この、なんかちょっとこの白っぽく不自然な色になってるところね、うんうんうん、ここ全部、ね、これがこの辺全部ひっつけたやつで、その今のプラリペアっていうやつをくっつけて固めたんよね、うんうんうん、硬化させたみたいな感じ。でもこれはカッチカチ、ほら硬いんですけど、やっぱそこういう力がね、加わってしまうとどうしてもやっぱパキッと割れてしまうと、うん、だから何かと何かをこう接着させた状態っていうのにはすごく効果のある、うんうん、だから今紹介する商品じゃなかったよね、絶対ね。また押しましょうか、ひとまず。ということなんで、今回それをちょっと新しい部品に変えましょう。はい、この部品はさ、うん、でビッグ M のこの壊れてるのがさ、うん、この下だけじゃん、ここで、このここだけが壊れてるわけじゃん、この一番下のさ、下っていうか、そうそう、この部分がね、うん、この部分が、この部品が壊れてるんですよね、うん、はい、これだけ打ってないかなと思ったんだけど、問い合わせてみたんだけど、これだけなくて別部品だけっていう単体もうこれで、ね、これでセットでも売ってるっていう感じだったんで、レバー本体全部ですね、レバー本体で売ってるっていう感じ、はい、はい、じゃあ外して直していきましょうかね、はい、
要それをさ、うん、元の場所につけれるよね。大体よ。それがすごいよ。私はできんもん。でも大体こういうのをね、うん、分解したらね、うん、ネジが一本どっか余るんだよね。絶対ダメなやつだ。知ってた？知らんわ。私は多分ならんと思う。ならないように多分やるもん。動画撮っとけばね、後でどこだったっけってできるんだけどね。でもその動画見直したりもしないじゃん。そうよ。どうだったっけ。こうか。こわ。そんな感じのやつ私いつも使ってんな。君の組み立てたやつ。そうよ。想像よ。で、これだね。なんでさ、こういう部品をさ、うん、販売してるさ、うん、やつには説明書が書いてないんだろうね。もうみんな分かってると思ってるっちゃろうね。こんな部品を買うぐらいなんだから分かってるだろうって感じなのかな。どうなんだろうね。だって、いや、そもそもそれか機械屋さんに頼むからとかかな。こういうのはね、最後ね、手で締めないとね、うんうん、パキって、そうそう、パキって割れちゃうの。もうつけるだけ？うん、これだっけ。簡単、簡単でしょ？全然簡単じゃなかった。やるって言われても多分できないわ。もうちょいか。うん、OK やね。 OK、 すごい、うん、ちょっとじゃあエンジンかけてみてよ。治ってないじゃん。どういうこと？あれ？だって。はい。一人で喋れ。よいと。もういいか。できた？オッケーなの？なんか偉い。回転すごい偉いもんね。そうそう、元気いっぱいな気がするんだけど。なんでか。なんで？それは。いや、わかんない。紐がなんか伸びすぎてんのかな。なんかそんな感じだね。ねえ、そんな感じで、ね、前も紐がさ、こうするだけでエンジンが回転数が上がったり下がったりしたわね。ねえ、ここがなんか締まりすぎとかじゃないのな。締めたとこがさ違うと思う。なんか紐が引っ張られてるのかな、どっかね。なんかそんな感じがする、うん。ね、ちょっと全然低速じゃないよね。もう初っ端から超高速超高速で回ってるんだけど。ここでそうってね、これでなんかいいかな。アクセルがね、これがね多分。なんかすごい引っ張られてる。なんでだ。やっぱそのアクセルレバーからつながって、そうそうそう、そのエンジンの回転数になんか直結するとこなのかな、よくわかんないんですけど、この紐がね、なんかちょっと引っ張られてる感じが、うん、すごい引っ張られてる。これですよね、今取り付けたアクセルレバーのとこからですね、こう伸びてる、ここでこう速度ですよね、調整するこの紐がですね、こう来て、ここ、この
このキンキラキンの上のこの黒いところよね、うんうん、ここでねアクセルをグッと引くとグーってこれ上がっていくの、回転数が上がっていくの、ね、今弱い状態、うん、これがもともとこうちょっと引っ張られた状態だったのね、うん、だからさっきすっげー元気いっぱいだったのね、そう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 、だから、どうやってセットするの、今本当はね、今まではここに入れて、うん、でちゃんと最後まで入れてるじゃん、うん、でこうそのセンターのそう入れるのだけでよかったんだけど、うん、そしたらもうこの状態なのね、うん、そもそもが、うん、もともとそもそもこうなのかなね、で入れなくていいの、引っ掛けなくていいの、でそしたらブーって言うね、またあ、じゃあ、本当はこの木、このコードから出てるさ、うんうん、このこいつよね、うん、こいつをこの銀色のこの隙間に入れるんでしょ、うん、引っ掛けたらこっちのレバーを動かすと、うん、ーって回転数が踏むとこれがこの引っ掛かったところがこっちにグーッと引っ張られて、うんうん、回転数がこれがくるーっと回ってるんですよね、この半月の黒いやつが左側にぐるーって引っ張られて回転数が上がるのね、そうそうだけどそこに引っ掛けたら引っ張られた状態になってんだ、そう、なかなか調整せんといかんかも、めちゃくちゃ元気な音だったよね、怖かったよね、ちょっとね、なんでこんな元気だったのかな嬉しかったんじゃない、新しい部品いっぱいつけてもらってね、ちょっと怖いね、でもねこれ以上こっち行かないもんね、これでいいの本当は、あ今ちょっとずれたね、ほら下後ろまで行ってるね、うんね、ね、だこっちが黒いのが右側にあれば手ゆっくりだよね、うんうんうん、回転はゆっくりよね、うん、で左側に行くほどどんどんこれがこう引っ張られてアクセルがこんなに、うんうん、エンジンが吹かされていくのね、じゃね回転数が、うんうん、上がっていくよね、そう最初ださっきはだからこの黒いのが左側に来ちゃったね、真ん中ら辺だったよね、これだったね、うんうん、そんなになっちゃったからあのブレーンってなったけど、そうそう今ちょっとこのコードをグッグッてちゃんと差し込んだりして、うん、したら戻ったね、こんな感じで。したら、うん、回転が、ああ、ほんとだ ね, ね。動くね。もう一回動かして、そっち。ああ、オッケーオッケー。ああ、動いてる動いてる。どうなんだろう。やってみよう。まだちょっと強いけど。ちょっと元気じゃない、うん、よくわかんないんだけど。何がいいのかがわかんない。元気だね、こんなもんじゃないでもそうなんだろうね、うん、前が弱すぎる、そうそうそうそんな気もするね、はいはい、ちゅうことでですね、とりあえずビッグ M の方は動くようにはなりました、あのこれで完成かどうかちょっとまた不安なところはあるけれども、でも最初よりかはアクセルがちょっとそうだね、ちょっとこの部分でね落ち着いてきたかな、気持ちが落ち着いてきた感じがするけど、このねコードの部分がなんかちゃんと、うん、引っ張られてる感じ、引っ張られてたね、こうちゃんと今入れたりしたら緩んだ、去年もさこのコードがなんかちょっとこう当たったりするとさガーンって上がったりとかしてたから、うん、なんかそれのなんか影響もありそうな気もする、うんね、うん、でもう一つ新しく、キャブレターが届けばですね、こちらのマキタの方にも取り付けて、はい、動かすことができるということになりますので、またそうなった時にはですね、あのちょっと私はこの竹を切りていいわよ、細い柔らかいのがいっぱい出てるから、だったらこれでいけるよね、いけるいける、あちょっとそのあたりもまた作業の動画としてご紹介できればと思ってますので、はい、こちらもお付き合いいただきたいと嬉しいです、よかったね、ずーっと食べちゃったもんね、もうどげっするかいちゅうぐらいね、まあ、このキャブレターも、まあ、きれいにまた掃除して、うん、でパッキンの部分も買って直そうかなと思って、うんうん、ひとまず、まあ、時間があるとき、せんやせん な, せんな、もう雨が降りまくってもう何息子とかねちゅうときぐらいやろね、ちゅうこでですね、はい、とりあえず動くようになりました、はい、動くようになりましたので、はい、また今後の作業にも皆さんお伝えください、調子が悪いなと思ったキャブレターです、キャブレター言われたくないって本当にちゅうこで今日の動画はこのあたりで、はい、また明日の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ。